皆さんおはようございます。ジュゴンです。ということで今回も TOTW の速報をやっていきたいと思います。現在3時半でございます。過ぎました3時半。はい、ということでですね、今回も更新内容をチェックしていきたいと思います。はい、まずは TOTW の前にですね、こちら、その他の3時更新を見ていきたいと思います。まずはですね、目標の方に新しいものがやってまいりました。シルバースターズということで、まあ、定期的にやってくるものではあるんですけど、またやってまいりましたので紹介しておきます。内容としては、まあ、大体いつも通りかな、3試合で勝利すると、あとは8ゴールを決める、そして6アシストを決めるということで、こちらクリアすると、ヘッドライナーズの選手がもらえます。モデスト選手、はい、こちらがもらえますね。ミッドローの ST か。187cm。所属はドイツですかね。はい。まあ、能力的にはまあ、めちゃくちゃ強いというわけではないですけど、冷静さ88だな。まあ、リアクション90とか、ジャンプも94、フィジカル95、ヘディング99。なるほど。フィジカル系に強い選手なのか。はい。そして、シルバービーストということで、まあ、今獲得した選手も、まあ、使うことができるんですけど、まあ、そちらをね、使って、まあ、いろいろね、クリアすることで、まあ、いろんなパックがもらえて、最終的にレアメガパックがもらえるということで、まあ、これは今後のために獲得しておいてもいいんじゃないですかね。はい。まずはですね、まあ、スカットバトルのプロ以上、もしくは、まあ、ディビライで、まあ、皆さんスカットバトルの方でやると思うんですけど、まずはシルバーの、TOTW の選手、で10ゴールを決めるということで、まあ、シンプルではあります。はい、続いてが、シルバー選手で8アシストを決めるということで、まあ、これもまあシンプルかな。はい、そしてシルバー選手11名をスタメンに入れて5勝する。で、最後が3試合で3ゴールを決めるということなので、最短が5試合ですかね。なので、先ほど来ていたこちらのモデスト選手獲得して、まあ、こちらのシルバービーストの方に参加させるっていうことも一応できるかなと思いますので、まあ、その辺も検討してみてください。レアメガパックは結構大きいよね。はい、まあ、今後のために獲得しておきましょう。これ2週間やってるようです。シルバースターズは1週間だね。はい、続いては、ショーダウンということで、今回はアタランタ、ムリエルと、インテル、ダルミアンが来ております。実際の試合でどちらが勝つかというところで能力が変わってきます。はい、条件としては、まあ、ムリエルの方で見ますけど、内容としては同じですかね。使用するチームが変わってくるぐらいですよね。はい、黒選手が必要なのとレートは82、そしてもう一つ黒選手が必要なのと86ということで、一気に上がりますね。だいたいどちらも14万コインぐらいが必要になってくるようです。まあ、手持ちにね、余裕があれば作ってみてもいいんじゃないでしょうか。まあ、ちょっと時期があれなんですけど、余裕があればね、いいんじゃないでしょうか。能力結構強いんですよね。はい、まずムリエルの方なんですけど、スキルブーブ逆足ともにかなり高く4になってますし、ハイミッドですね。179cmST。で、能力はというと、足も速くて、まあ、ドリブル系も非常に高いね。で、パスもまあ、ある程度高いし、シュートもまあ、そこそこあると。まあ、国籍がコロンビアなので、国でスカットボっていうことにはちょっと難しいかなと思うんですけど、まあ、セリアの ST として、まあ、いろんな ST は出てますけど、また別タイプとしてね、取るのはいいんじゃないかなと思いますね。はい、次がダルミアンです。逆足5なんだ。そしてミッドハイですね。182cm と高さも完備する、サイドバック、ウィングバックですね。はい、能力はというと、こちらもいいですね。足も速く91となってますし、まあ、守備力も高くて、スタミナ93あって、割とバランス取れてますし、まあ、ドリブル値も非常に、冷静さ86など結構高いですからね。クロス86だったりとか、なかなかいい感じじゃないですかね。まあ、身長もそこそこあるし、まあ、イタリア国籍っていうのもありますし、まあ、セリアスカットの右サイドバックとしては結構優秀なのかなって思います。はい、ということで、インテルとアタランタですね。まあ、最近見てるとどうかな。結構どちらもまあまあ調子いいようなイメージあるんですけど、引き分け、まあ、そうなると微妙ですが、まあ、どちらかに勝ってほしいかな。そしてどちらかの選手をね、取れればいいかなっていったとこですかね。はい、ということで、ここから TOTW のお話やっていきたいと思います。今週登場したのはこちらの選手たち。はい、マルキーニョスが、来ましたね。トッププレイヤーになっています。あとはテオエルナンデス、バストーニなどの、まあ、イタリア勢、無難に来ましたね。
あとミリンコビッチ・サービッチ、まあ、チュアメニとかも来ましたし、ベリンゴ・オヤルサバル、ベラルディなど、登場してます。下で言うと、まあ、ベジェリン来てたり、まあ、ユンデル来てたり、はい、まあ、そんなところの選手たちが目立ってくるかなといったところです。はい、今回のポジション変更は、まあ、そんなに大きく、まあ、重要なとこはないかな。うん、そうだね、そんなに大きく影響はなさそうですかね。登場回数としてはバストーニが3回目の黒登場になるみたいです。はい、まあ、総合値はご覧のような感じ、バストーニ7上がりになってますね、通常から比べると。で、現在の価格なんですけど、まあ、3名がちょっと抜けてるかなという感じなんですが、マルキーニョスが、まあ、60万超え、そしてテオエルなんですが、29万、そしてチュアメニがやや高くて、6万切ってるぐらいという感じです。はい、この3人が今週の、まあ、目玉と言ってもいいかなといったとこですかね。はい、ではその3人を中心に、能力確認いってみましょう。まずはマルキーニョスから、183センチ、センターバックミッドハイですね。逆足とスキルは3になってます。はい、能力はというと、まあ、守備力はもともと高くて、ほとんどというか全部90超えてきてますね。足も83と、まあ、そこそこあって、フィジカルもまずまずといったところで、冷静さ91あるんだ。パス系も安定してますね。はい、非常にもともとバランスの取れた選手ではありますが、まあ、アンカーとかつけてもいいのかもしれないですね。はい、次テオエルナンデスいきましょう。ハイミッドの左サイドバック、184センチ、まあ、高さもありますよのサイドバックですね。能力はというと、足めちゃくちゃ速いですね。96なんだ。もうペース強化は別にしなくても良さそうですけどね。スタミナ93と抜群ありますし、フィジカルも82。まあ、守備力はだいたい平均80ぐらいかな。まあ、足元はそこそこに、リアクションが87、クロスが88だね。この辺は高くなってますし、攻撃ポジション86なんだ。割とこちらもバランス取れてるサイドバックかなと思うんで、まあ、狙ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい、そしてチュアメニですね。やはりフランスの、国籍というのも大きいし、最近リーグワンの選手非常に多く、いろんないい選手登場してますので、まあ、それ関連で強くというか高くなってるんですかね。ハイハイの CDM、スキルと逆足は3の187センチと、まあ、サイズのある選手ですね。はい、能力はというと、ご覧のような感じでバランスが非常に取れてます。まあ、その中でもフィジカルが87と高いんですよね。スタミナ90、フィジカルが87と、まあ、後の項目は非常にバランスが取れていて、まあ、80ぐらいが多くなってますよね。冷静さや視野84だったり、まあ、シュート力も84ですね。まあ、ペースは、まあ、70代ということなんで、まあ、この辺をしっかりなんとか補えば、割と面白い選手になっていくんじゃないかなと思うので、まあ、フランス国籍、まあ、リーグワンの選手、他にね、いい選手がめちゃくちゃ高い選手多いですからね、割とこの選手は安めになっているので、まあ、狙ってみてもいいんじゃないでしょうか。試してみるのもありだとは思いますね。はい、他の選手も見ておきましょう。まずバストーニですね。190センチ、逆足は3なんだ。まあ、ペースがやや低めなんだよね。冷静さは88と、この辺はいいと思います。まあ、シャドウつければ面白くなるかなといったところですかね。はい、続いてミリンコビッチサビッチ、逆足5ですね。はい、こちらもまあフィジカルなどが中心に高くなっています。スタミナが93だったりとか、守備力もありますからね。やはりペースをなんとかしてあげることで、非常にバランスの取れた選手になっていくんじゃないかなと思いますので、その辺検討してみてください。はい、ということで、今週の TOTW 見ていきました。いかがだったでしょうか。まあ、今週比較的安い選手多かったですけど、まあ、自分のスカットにね、当てはまる選手がいるという方は狙ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、こちらのチャンネル毎週木曜日の朝 TOTW 速報の動画を上げておりますし、その他の最新情報動画なんかも投稿してますので、興味あるという方はそちらの方もチェックお願いいたします。チャンネル登録まだの方は、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。